あのボブハルさん、あの総合力で僕の方が全然勝ってるんで、いきます。もう相手、この僕のいとしりんにもうビビってるでしょ。やばい、いとしりんのスタミナがなくなってきてる。なんか何もしてないのに勝手にシュート打ったけど、はい、ハットトリック達成。はい、皆さんこんにちは、ジタンです。ブルーロックブレイズバトル、やっていきます。パート2になりますね。まあ、チュートリアル少しやって、あと10連ガチャ2回引いて、なんとこちら、こちらですね、いとしりんを私引き当てました。で、ログインボーナスでなんかレベル上げるノートもらったんで、レベル12まで上げております。まあやっぱりこの一番最初の初期の段階では、このいとしりんってめちゃめちゃ強いキャラだと思うんだよね。というか今現状作中でもね、あのブルーロックメンバーだともう最強格キャラなんで、この 14,557 っていうなんか戦闘力みたいのが見えるね。ということで、もう最強キャラ手に入れたんで、まあ勝てるでしょう。ということで、あのチュートリアル全部終わったので、初めてのスコアマッチやっていきたいと思います。はい、スコアマッチ、ちょっと初めてのスコアマッチで、一応チュートリアルはやったんですが、まだまだね、こうちょっと操作に不慣れなので、あのちょっと下手くそなプレーをお見せすることもあると思うんですが、まあちょっと生温かい目で見ていただければと思います。スコアマッチ開始。これはあれだよね、多分普通に誰かと戦うんだよね。あ、そうだよね。あ、総合力で勝ってる、あのボブハルさん、あの総合力で僕の方が全然勝ってるんで、いきます。やっぱみんな最初潔を持ってるのかな、星さんのキャラで。もう相手、この僕のいとしりんにもうビビってるでしょ。相手いとしりんだと思って、多分もうビビってるよ。もうこの時点でちょっともう精神的優位を得ております、私。あ、とりあえずいとしりんにパスして、いとしりん、あ、なんかいとしりんのなんかなんだっけ、マイエゴイストで、あのパス成功するだけでなんか味方のなんか能力向上するはずなんで、もうとりあえずパスをいっぱいつなげていきましょう。え、これは何、どういう感じこれ。あ、パスパス、やばい、あ、取られたライチに取られた。プレスプレスプレス、ナイス。あ、あ、来た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 。はい、もうシュート打っちゃいます。打った、シュート、いとしりんシュート打った。え、ちょっともうガチャガチャしすぎて全然わからない。来たんじゃないこれ、来たでしょこれ。抜いて、はい、シュート入った。ショート押せ、もういとしりんだもんだって。ナイス、はい、幸先よく先制点。もう相手はもう、いとしりんずるいよって思ってるかな、きっとこれ。はい、プレスプレス。とりあえずプレスしとけばいつか取れるでしょ。お、あ、取れない。ナイスー。潔にパス。ナイスー。で、いとしりんにパスして、これ抜けるんじゃない？はい、そしてシュートー。はい、いとしりん。入ったでしょ？ナイスー。いとしりん強すぎー。よし、いとしりんで、もう、いとしりんで、あ、なんだっけ。あ、ナイス、いさぎ、お、いさぎ、パッカってすごい。さあ、ハットトリックしたい。やばい、いとしりんの、スタミナがなくなってきてる。なんか何もしてないのに勝手にシュート打ったけど。はい、ハットトリック達成。え、ちょ、いとしりん強すぎないか。え、いとしりんゲーじゃん、これ。相手やってらんねえってなってるよ、これ。もうとりあえず、あ、前半終了。ちょっと待って、でもさ、いとしりんのスタミナがやばい気がする。え、やばいやばいやばい、スタミナない、もういとしりん。左下ね、もうビリビリ言ってる。スタミナがないよ、いとしりん。どうしよう、これ。まあ、さすがに3点。ナイス。どうしよう。やばい、抜ける?これ、取られる?ちょ、相手のライチ強くない?相手のライチ強いんだけど。プレス。あ、ナイス。え、ちょ、ライチ強い、相手。相手の、え、ちょ、しかもなんかみんなビリビリしてるの、なんで?ライチ強くない?はい、ナイス。モブキャラがパスカットしていく。いとしりんに繋げ。パスして。あー。プレス、プレス、プレス。ラガマルギン。え、ちょ、なんかなんでみんなこんなビリビリしてるの?え、なんでこんなみんなビリビリしてるの?え、なんでこんなみんなビリビリしてるの?あ。え、こいつ、なるはや、今村だっけ。めっちゃパスカットしてくれるね。はい、ここドフリー。いける。で、潔陽一にパス出したい。
これ大丈夫抜ける？よし、フリーだから意図して、あ、これがサッカー、え、なんか終わったはい、ジタン選手、伊藤シリンのハットトリックで圧勝と。これ、ま、ちょっと待って、これ僕今ジタンっていう名前だけどさ、相手チームブルーロックってなってるけど、え、相手の人ってこれ普通に普通のプレイヤーかな、もしかして僕今コンピューターに対してこんな生きてた。まあ何にせよね、ちょっと伊藤シリン大活躍というところで、めちゃめちゃ楽しい初陣を飾りました。伊藤シリン、伊藤シリン、伊藤シリン、ハットトリック、ハーランドか、この前半でハットトリックって。やった、なんか育ったんじゃない、経験値と信頼度が上がったの。いや、なんか相手のライチが強かった。ライチ欲しいな。ライチゲットしてボランチに置きたい。お、活躍ポイントっていうのがゲットできた。ちょっと待って、1試合終わったところで今アイテムゲットしたよね。育成系のアイテムだったらちょっとゲットして、イトシリンを育成しよう。はい、じゃあイトシ、最強のイトシリンを、さらにレベル17に上げます。強いな、スタミナがちょっと上がるし。とりあえず糸師凛強化して、みんなで糸師凛にパス出して、糸師凛にシュート打って決めてもらうっていう、それで当分飯食えると思う。よし、じゃあゲットしたアイテムで糸師凛強化したんで、またスコアマッチいきます。まだトレーニングした方がいい気もするし。あれ、ミッションがいってるな、何なんだろう。あ、ちょっと待って、これ受け取れるじゃん。早速こなしてもらおうか。あ、ちょっと待って、待って、ダイヤめっちゃ増えたわ。ダイヤめっちゃ増えたから、これガチャ引いてきます。今日も京都でトレーニングだ。よし、あの、私も初プレイで初ガチャでいきなりイトシに引き当てた豪運の持ち主なんで、私またまたね引いてくよ。これかな、星2以上が1人確定っていう、この10連ガチャやっていきます。無償ガチャで引けるやつね。あとサポートガチャも引きたいね。これとりあえず1回この無償ガチャいきます。ここだ、さあ来い。オッケー、お、バチラ。ね、ライチさっき強かったからライチ欲しいのと、あとはバチラとチギリが個人的には好みのキャラ。 あとナギセイシロウとかも欲しい。何でも欲しい、とりあえず。さあ虹色来い。あー来ない。あー、イガグリ来た。まあ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 、初キャラはね誰でも嬉しいもんですよ。出た、なんだっけ名前忘れてた、ワニマね。ライチ欲しいな。ライチって多分この金だと思うんだよね。強か、え、ちょ、来た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 、星さん来たんじゃない。あ、ちぎりじゃない、来たー、ちぎり来たー、かっちょいいって。はい、もう星さん、潔、最初の潔与一も含め星さんが3人になりました。もうこれはね、もうこの最初の方のスコアマッチはもう無双できるでしょ。おい、来たねー。お、ライチ欲しいって言ってたやつ来たぜ。ボランチゲット。で、サポートガチャ引けるから、サポートガチャ引こう。結構いいキャラ引けたから、サポートガチャ引いて、さらに選手を強化しよう。ガチャ引きます。サポートガチャはちょっと初めてだな。これわかんない。どういう、あれなんだろう。あ、タップしてください。これもやっぱ、あれだよね。ランクあるよね。虹色とか金色とか多分。お、金、あ、虹あるよ、虹あるよ。ちょっとなんかついてんじゃない？お、あれ？何これ？夢破れて SR。なんかいいやつなんだけど、これ次の虹は多分いいやつでしょ？あ？守護神？あ、キーパーにセットできるんじゃない？これ。SSR だって。ちょ、このサポートガチャさ、ちょっとまだわかんないんだけど。え、SR3 枚と SSR1 枚ってなんかいいんじゃない？ちょっと待って、一回サポートセットしてみよう。やっぱ糸師凛とちぎり引けたから、サポートガチャでその2人をさらに強化していく方向でいきます。で、また翌日の、お、なんかアンリちゃんいる、テイヤリアンリちゃんいるよ。これなんかさっきよりいい感じ、なんか確定演出みたいな。わ、来た、虹あるよ。 SR 初めてだとこういうなんか出るのかな。キラか、指導いたね今。あ、なんか今糸師凛の、あ、レアだけど。はい、じゃあスコアマッチ2戦目いきます。で、ちょっと待って、この上のフットボールっていう人もさ、総合力10万超えで強いから、この下のアリアスさん、うん、ちょっとなんか格下ばっかと戦って申し訳ないんだけど、
勝ちたいんでね、やっぱ勝たら面白くないから。いや、いとしりんとちぎりひょうまを見て相手はビビるよきっと。さあ来ました、ブルーロックスタジアム。相手になって、はい、もう相手はね、僕のいとしりんを見てビビってるはず。やる、頼む。さあ、マイエゴイストで、あ、もういきなり取られてるぞ。マイエゴイストで多分あのね、なんだよこうビリビリじゃない。はい、イガグリナイスカット。パスつなげれば結構能力が上がるはずだから。やる、抜ける抜ける、よし来た。はい、潔よいちでシュート打ちます。入るでしょさすがにこの距離だったら。え、止められたんだけど潔。やっぱ意図してからシュート打たないとダメだな。はい、ナイスカット。ライチにパス、ミトシリンにパス。はい、そしてもう決めます。これこのなんか特技発動、いやーかっこいいな、ミトシリン。はい、もうモブキャラはね、もうモブキャラはそこでひざまずいてろ。はい、これは入りますね、さすがに。ナイス、もうミトシリン最強。ミトシリン強すぎ。でもなんかイトシリンビリビリしてる。てか、ね、すぐスタミナなくなるんだけど、イトシリン。はい、カット。イサギヨイチにパスしよう。え、ちょ、なんか最強やん、マジで。もうシュート打つか。ちょっと待って、強すぎなんだけど。ああ、もう、イトシリン最強すぎる。やばい、ちょっともう、イトシリンのスタミナが。この動画、イトシリンしか言ってない。はい、イサギヨイチがカットして、来ました、ちぎり。ドリブルするよ。見て見て、このちぎりのドリブル。ぶち抜いていくよ。いやー、かっけー、ちぎりかっこいいよ。早すぎ。あ、おー、ちょっと待って、めっちゃいいとこで前半終わっちゃったんだけど。え、待って、イトシリンが相変わらずスタミナがないです。どうしたらいいでしょう。はい、イトシリンがしっかりボールを取って、で、ちょっとパスしたいんだけど。え、なんでこれパスしたいんだ。まあいいや、シュート打ってみる。こっからイトシリンなら入るんじゃない。あ、まあさすがにちょっと相手の方が能力高いね。なんかまだまだちょっと操作がさ。あ、来た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 、ちぎり。ここからなら入るんじゃない。シュート。え、ちょ、相手のキーパー強いんだけど。なんか相手のキーパー強くない。こっちのシュートが下手なのか。はい、カット。なんかボールの支配率がめっちゃ高い気がする。もうここまで近づいてシュート。今度は決めて、ちぎり。あ、入らないわこれシュートこっちの方が能力めっちゃ低い。あ、まあちぎりスタミナゼロだからな。まあでもこうやって攻めて攻めて、相手にほぼシュート打たせてないんじゃないこの試合。今度は決めろ、イサギ。入るんじゃないこれは。はい、この試合は潔が2得点のイトシリンが1得点と。頼む頼む。はい、ボコボコにしてしまった。相手にシュート1本も打たれてないんじゃないか。2戦連続 3-0 で勝利。お、なんかランク上がった。え、獲得した報酬ありません。そんなことある。おはようございます。育成アイテムとかゲットしてないから。クエストってなんだろうこれ。なんかお前たちがやるべきクエストはこれだ。さあ、なんかさっきまでなかったけどクエスト増えてる。これで多分アイテムとかもゲットできるよね。なんかいろいろゲットできる。ちょっと試しにこれやってみようか、経験値ノート。え、戦うのかこれ。あ、っぽいね。 CPU と戦うっぽい。いくぞ。さっきはやっぱり普通にプレイヤーと戦ってたんだよねきっと。はい、バック。はい、抜いていく。え、今普通にパスしたつもりだけどシュート打っちゃった、もしかして。まだやっぱちょっと操作がね、操作がちょっとまだ。あ、シュート打っちゃった。入る、これ。入んないね、これは。もったいないとこで特技使っちゃった気するな。あ、やべ、取れ。はい、頼む。
なんか知らんけど勝手に抜け出してきたよ、ゴール前に。毎年リンなら入るでしょう。相手のキーパーの能力高いな。はい、まあ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 。お、ちぎり対ちぎり。取った。ああ、カットされた。ライチってやっぱ強いよね、なんか。え？なんかシュート打ったんだけど。パスのつもりがシュートになっちゃう場面がすげえ多いな、なんか。ドリブルするよ。はい、このアニメーションかっこいいよね。加速しろ、ぶち抜け。このたぎりに従え。どけ。はい、来た。で、パスを出してダイレクトシュート。あ、ダイレクトじゃない気がするけど。入るこれ。入った。はい、ナイス、急ぎ。イトシリンがすぐスタミナなくなるんだよな。これどうにかならないのかな。頼むイトシリンスタミナすぐ切れる問題なんとかならんかな。取れ。あーらら、頑張れ。イガグリ。はい、ライチはね、もうディフェンス能力すごい高いんですよ。なんか知らんけど抜け出した。気づいたら抜け出してきた。あ、やばい。え、ちょ、なんか入った。なんか意図しないプレイで勝手にどんどん意図しだけにね、勝ったわ。これがサッカー。まあ意図しリンの強さですね。これがこれでなんだろう、結構やっぱ能力上がっていく感じかな。総合力ちょっと上がったね。お、3点差以上で勝利とか、なんか条件クリアでいろいろ書くと、あ、ノートいっぱいゲットしたよ、経験値ノート。はい、それでは今日は2試合やって、あと特訓もちょっとやったんだけど、まあ、順調にね、イトシリンが育ってるので、まあ、今回はここまでにしようかと思います。まあ、この調子でね、スコアマッチやってどんどんね、スコア上げていこうかなと思います。はい、じゃあ今回の動画はここまでにいたします。ここまで見てくださってありがとうございました。また次の動画も見てください。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではバイバーイ。